ポワルン捕まえちゃった。ポワルン何もしね。ポワルンニックネームつけますか。ポワルンに、ポワルンつけよう。ポワルンつけよう。ポワルンはこいつ名前何しようかな。こいつはこいつは殿下の音出すわ。こいつ殿下の音出す。ねこいつムーニマン、こいつムーニマンにします。こいつムーニマン、これ、右上のポワルンはムーニマン、ムーニマンにしますよ。ムーニマン、ムーニマンを捕まえて、ムーニマン捕まえて樹海院でペリッパー電光セッタリツモと、そんでとりあえず樹海院混乱してるおかげ。ムニマンってすげえ可愛くない？俺一時期そのてか元カノ全員同じあだ名で呼んでたのね。元カノ全員、俺よく言うじゃん、浮気がバレないコツでさ、元カノに全員、てか体の関係持ってる女全員に同じあだ名つけるの。そうすると呼び間違えてるのが絶対ないから。でその女の子のあだ名全員ムーちゃんムーちゃんって呼ぶの俺。ムーちゃんって呼びやすいじゃん。なんでムーちゃんって言うかっていうのは恥ずかしいから言わないけど、ムッすぐなんか女ってすぐムッとするじゃん。お前ほんとムッとするよなって。女ってすぐなんかヒステリックな部分あるでしょ。で、ムーちゃん、ムーちゃんって言ってね。そうすると、みんな大抵、その女たちは俺のこと、なんか、そう、まあ、手よく言うと、歴代の彼女たちが俺のことムーニーマンって呼んでたってだけ。ニコ生にムーニーマンって言うだろ、あれ俺のパクリだぞ。俺が先にムーニーマンって呼ばれてたからな、二十歳の頃から。あいつパクってるよ、俺のこと。マジでパクリだよ。明らかに俺の方がだってもうムーニーマン歴12年だもん。それがなんか多分崩れてより可愛さを追求した結果ムーニーマンになったんだろうな。